男子日本がマリ相手に勝利して喜んでる裏で、女子サッカーですごいことが起きてるけん。なんか裏ですごいこと起きてるな。カナダ女子代表、ドローンでの偵察発覚により勝ち点6の剥奪と監督の1年間出場停止が決定。ひどすぎるやろ。カナダのモチベーション落ちて偵察されて負けたニュージーランドが一番被害受けてるよ。何やってんねん。処罰決まったのか。アホやな、オリンピック精神考えたらそんなのありえんってわからんか。ドローンを使ってみたかった。こんな感じ？草。これスタッフが勝手にやったなら監督がところてんのすけで草。ドローン飛ばして大会からドローンしちゃったんか。東京でもやってたんとちゃうの？って話になってるそうな。カナダ側から実はずっと前からやってましてんと言ってるとかなんとか。大戦国のトレーニング映像に残ってそう、トレーニング撮影してるだろうし。東京五輪優勝チームが前々からドローン偵察してたと告白とかマジであかんやつ。東京五輪の金メダル剥奪ありえる？漫画や映画の中だったらわかりやすい悪役の1エピソード程度に聞こえるが、1ミリ1グラムで人生を左右するリアルな世界の舞台では笑い話じゃ済まないんだろうな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。